システムで使用されている車両コールアーバイクとは、ドイツ鉄道の子会社である DP レントが、ドイツのいくつかの都市で運営している自転車、貸し出しシステムである。従来は、都心のゾーンを定めてそのゾーン内道路の交差点や、駅前広場などに自転車を配置する方式のみで、あったが、フランスのベリブの成功を受けて、複数の自転車を置くステーションを固定式にする都市も出てきた。 自転車のシステムの特徴から、ポスト、返却場所がバラバラとなると不都合があるため、交差点など位置を指定して、これを返却時にインプットすることを義務付けている。固定方式にした都市では、JCD チやクリアチャンネルのシステムと見かけ上に似たものとなっている。このほか、鉄道事業者の系列であることを活かして、近年では駅前に直接単独のステーションを配置する例が増えてきた。 自動的に自転車の施錠、会場を行う認証システムを用いている。自転車を見つけるには、中心街の交差点を探したり、携帯電話によって位置情報を提供するサービスを用いる。サービスセンターへ電話し、場所を確認するサービスは現在提供されていない。電子的な車輪とケーブルの鍵を用い、すべてが液晶ディスプレイのタッチパネルを有した内蔵のマイクロコントローラーで、 制御されている。1024通りのあらかじめ作られた施錠、会場の暗証番号が、それぞれの自転車ごとに備えられ、メモリーに記憶される。ありがとうございます。